前回のカズグラ、どうやらついに数の子しこと川作りをしたみたいなんだ。どういう方法でやるのかというと、 TNT を製作して穴を掘って地中から爆発させる。そうするとなんということでしょう。思ったよりうまくいっちゃった。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。さあ、というわけで本日はですね、もうものすごく忙しくなるかと思います。もう巨大建築と言ってもいいでしょ。建築物なのかわからんけど、まあ巨大な川作りということで、一つ言っておきます。地味です。ものすごく地味な作業ではあるんですけども、もう立派なものができると私は確信している。さあ、というわけで早速行ってみますか。ですいやー、まだね、地下からいろいろ湧いてるんですよ。そんで実はね、マグさんアドバイスで最初のスポーン地点中心にして8チャンク以内は機械がずっと動いてるって聞いたんだけどさ、これ入るわ。多分ね、ちょうどあのマウニードのこの境界線が8 まさかのね、8チャンク目だったんですよね。まあ、ちょっとわけわかめっていう方もいらっしゃると思う。またね、将来的にご紹介したいなと思います。で、本日はね、もう川作りということで、これ水面見るとこうなってますね。水面、ここの値が水面になっていきますので、こんな感じでなんかうまいことやるとうまいことなるんじゃないのかなと思ってるんだけど、なるんかな。え、意外といかんない。そんな甘くないか。もっとジュバババババっていかんの。なんかもっとジュバババババって、なんかほらお前らよ、なんかもっとわっと広がる感覚がね、ないんか。これ微妙。まあ、というわけでやっていきます。これ下もね、こうやって張ったりしないとね、ダメになったりとか、なんかいろいろあるよ多分。こういうことでしょ。これまあ地味でもいいんです。とにかくやっていきましょう。これまずこの2マスで詰めていく作業をね、まずこの作業からやっていこうと思います。とりあえずここまでは完成だ。完成と言っていいのか分かんないけど、深さ3マスぐらいはありだと思うんだけどな。こっからだよな、問題は。ここまで深いのはいらんだろう。これ地上高も高いからね。まあとにかく、まあ、深すぎる部分などをね、埋めつつ、まあ頑張っていきましょう。 TNT がね、はかどりすぎた、感想としては。今ある分だけ扱い切った。まだまだだな。まだまだ道は険しいでござる。よっこいしょ。よく寝た。さあ、そういえば先日のネザーアップデートでですね、そう、バイオームっていう追加ね、ネザーの中のバイオーム、一応コンプリしてたみたいだわ。いや、いつもありがとうございます、コメントね。合計3つということで、全部一応言っている。さすがはカズクラさんで、持ってますね。持ってる側の男です。だ、早く本アップデート来てほしいんだけど、まだまだなんだろうな。あと、思った以上に、土は財産ということでね、今まで貯めてきたんだけど、ゾンビの肉落ちてるし、まだまだ脇湧いてますな。まずどっかにね、あったまだなんかごちゃごちゃとね、湧いてるわ、ごちゃごちゃ。まあ一応こんなもんやね。これ足りんかもしれん、全然足りんかもしれん。あ、ちなみにどうだお前たち、ちょっと仲良く攻撃してくれてるか。あ、ないな。ちゃんとやってる。はい、検査来たよ、検査。まだお前小麦持ってんな、これ。お、見たらわかるんだって。ほんとお前小麦好きだな。じゃがいも植えてほしいって言ってんのに。小麦やな。これはじゃがいもやな。頼むぜ、じゃがいも。おー、わ、隣。小麦祭りや。ダメだって。どんだけお前小麦の種隠し持ってんだってお前。人参配ったら人参。あ、どさくさに紛れて、おらが人参。人参抜いてたわ。待って。全部あげちゃったんかな、まさか。ほら、これ人参。ほら、これ抜いて、これ植えれば増えるから。ん？なんだこれ。まあまあ小麦だな。まあ、いや、定期的にね、ほら、見に来るから。まかいたぞ。うわ、植えてる。いや、ここもちょっと分かってきたから、またリフォームしてあげたい。畑広げてあげたいわ、これちょっとな。これちょっと、本日川作りだからね。ちなみに、ここの調子でどうかな。衰え知らず。パンパンになるぞ、これ。あ、もう、めっちゃある土。あ、問題ないわ、これ。何の問題もないわ。もうちょっとで綺麗にしてね。よし。そこの面はいけた。次、サイド側だな。
よしよし、一旦これでまた水張りする。なんだ今日産業動画なんだこれ。待て待て、変な部分もあるからさ、またこれ最後のね川の調整も必要になってくると思うんだけど、真面目だな勝倉さん。なんていう川にしようかなこれね。福井県の九頭竜川にしとく。九頭竜川、あゆも釣れるんだよ。桜マスとかで結構ね、全国からね来るとか来ないとかっていう噂もあるんだけどね。噂じゃない、事実だこれ。なんかいるんよ、なんかいるんよ。何かが、何だったかな。まあ、とにかくねすげえレア釣ったらね、あの一応新聞にもなんか載ったりすること結構あるみたいよあれ。いやほんと何回か行ってようやく1匹釣れるぐらいって聞いたんだけど、ほんとすげえわ忍耐力みんなね。やっぱそこも ロマンなんでしょうな。やべ、奇跡の水できた。ほら見て見て、透明の奇跡の水。はい、なんでもないです。はい、作業を再開します。吸い取れるんじゃない？あ、吸い取れたわ。作業再開です。へぇ、オッケーオッケー。では次こちらだ。第一段階、第二段階、第三段階まで必要だからね今回。張ってんねー、いいねー、晴れてんねー。あの先日ユーフェスゲームズもあったんだけどさ、カズさんの見てあのスマホ版始めましたとかっていう声もねあったんですよ、嬉しいことに。皆さんはもしマイクラをやってるなら何にハマってますかこれ。建築もしくはなんかの自動化にハマってたりとか、ほんと多種多様なんだよねマイクラな。みんながね何にハマってるかまたね教えてくださいませね。ほんで何々作りが楽しいとかあったらね、もうぜひインスパイアさせてください。インスパイアされるか、させてくださいってのはおかしな話だから。あれ？片側やってるだけで意外といったね。あと一層だよ。いける。これいけるわ。いや意外と簡単にいけるかも。もう何時間もかかる作業だと思ってたのに。ちょっと川の幅とかいろいろね、ちょっとデザインしていかないといけないかもしれんなこれ。はい、オッケーです。で次の段でございますね。今回楽だったのは、この埋めるための一段上の部分、この部分を作ってたのが特に大きいので、これだけね、Z、あの端の方にね、仕掛けておきます、これ。これやらないとね、川幅広げるのちょっと難しい。今回の早送りはね、すげえ気持ちいい音になってると思うから、そこら辺は私も楽しみです、出来上がりが。では、しばらく気持ちいい音、お楽しみください。さあでは作業完了です。やっぱ TNT でやったからさ、この自然なばらつき感そこはねすごくいいものができた気がする。ちょっと早速やっていきますかね。これちょっとつなげちゃおうかこれね。川の幅がねいきなり広くなるところとかありますもんね。こんな感じか。よし行こう。おや？川張ったー！しんどかったー！しんどかったよー！できたよー！なんでこの穴？いやーできたなー。まだまだ不自然な感じはね、たくさんあるんだけどさ。だってな、ここまだ、まあ、もうちょっとやったな。オッケー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 。あとねちょっと川幅が広すぎるっていうのもあるし、この辺の崖感がねひどいっていうのもあるから、ちょっと最後この余った土使ってさ、そこら辺埋めていこうかこれ。あれ ここもまだ張ってない。よしよしよし、これでどうよこれで。うん、不自然。不自然不自然。これでどうよとかいうレベルじゃないこれ。あれ意外ともう、土ブロック不足。ずーっと貯めててよかったなー土。もう本当に財産、土って本当財産これ。あでもいいじゃん、なかなかいいよねこれ。でここは多分なんか橋マウニーがかけてくれると思うので私はここら辺をねちょっといい感じに馴染ませるさんよ。どうよおいおい、どうよこのマグさんの領地から見て、もうおおおお、だいぶいい感じに仕上がりましたねこれ。
うわ、できましたわ。完全にできました。はい、というわけでね、本日はもう本当にもうただ作業動画ですね。最後ね、ちょっとね、前のところも遊びに行ってみるとね、マグさんのところも発展してるし、ドズポン島もね、なんかできてる。いや、真面目ですね、至って。真面目になんか作ってます、あれ。あれ、モザイクですけど。概要欄の方にね、ぜひ貼り付けておきますので、マグさんの聖地の様子や、ドズポン島のね、立派な、家なんかね、ぜひね、チェックしてみてください。いや、まだまだ、ね、このカズワルド、賑やかになること間違いなしでございます。ここの橋もね、ちょっとマウニさんに直接依頼しとくからさ、制作依頼をね、かけてきますわ、これ。ちょ、制作依頼、制作依頼。あー、できた、できた、できた。橋をおなしゃす。ドズポン島にもちゃんと交流いかんとな。いや、見てるとね、結構遠慮してたんで、これだな。まあ、ここ共有倉庫なんで、まあ、みんな好きにね使っていただいて結構なんですけど、ドズポンさんたちね、いやいやこれは悪いみたいなね、1個だけ持っていこうとか、なんかすごい気を使ってくださってたんですよね。さすが大人です。あの2人はほんといい大人なんでね。ボンジュールさんなんてね、もう40ですから。もう先輩、大先輩ですからね。やっぱその腰の低いとこを見習っていかないとなーっていう、こちらの家の全容についてはぜひドズーさんのチャンネルでね、飛んでいいね。うん、オッケー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 。食わずぎでね、なんかなってるから。ちなみにちょっと待ってな、生態チェック。あ、いる、生きてる、生きてる、ヒカキン君生きてるわ。あ、鎌田社長も生きてる。あ、よかったよかったよかった。そう、あっちの方にはね、大物クリエイターがね住んでおりますしね、事務所社長さんも住んでおりますので、まあ末永く生きることをね望んでおります。はい、というわけで本日はこんなところでね、また皆さんお会いしましょう。バイ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 キン。